皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日はまったり雑談をさせていただきたいかなと思います。この動画がアップされているのが2月の、15日になっていると思うんですけども、2月15日というとですね、私が、行っていた学校が今日は開校記念日で休みのはず。それぐらいしか過去にはね、思い出がないんですが、今私にとって2月15日って私の中ではすごく大事な一日なんですね。で、何があったかっていうと、もうここ映してますけども、これはちょっとグッズのクリアファイルなんですが、これシンガーソングライター奥花子の、グッズになります。というわけで今日2月15日、今から、18年前のことです。2006年2月15日に私初めて奥花子の、フリーライブのイベントに行きました。というわけで今日はそんなお話をね、ちょっとしてみたいかななんて思います。で、これまあ CD 今1枚持ってきたんですけども、これはね2017年に発売されている CD ですけども、あの私奥花子の CD は、全て持ってますし、ほぼほぼねイベントで購入しているので、8割以上はサイン入りの CD が あります。で、これはですね、どういう風に出会ったか知ったかっていうことなんですが、奥花子自体は2005年の7月にメジャーデビューをしているシンガーソングライターなんですけども、その後かな、だからデビューしたのが7月だから、8、9、10、11、12、1、そのデビュー半年後に私は初めて知りました。で、あの初めて聴いた曲はインディーズ時代に、ね、出している「笑って笑って」という曲なんですけども、私2005年から2006年にかけてっていうのがすごくあのいろんなことがあった年で、あの当時大学1年生だったんですけども、まあいろんなね過去のお話とかでもたびたびしているんですけども、まあ、あの私自身のね、あの生い立ちだったりとか、その大学の生活の環境に馴染めなかったりとか、まあ、いろんなことがあってですね、私がちょっとうつ病になってしまったんですね。それが、2005年の冬から2006年の、まあ、春にかけてがすごく一番重たい状態だったんですけども、まあ、そんな中ね、あのずっと家に閉じこもるような生活が続いて、そう自分自身をすごく追い詰めている、状態だったんですけども、ふと、この奥花子の曲に出会ったわけで、すごく心が救われた感じがしたんですね。で、じゃあせっかくなら生のねフリーライブとかそういうサイン会とかのイベントっていうのも私今まで行ったことがなかったんですけども、行ってみようということで、この2月15日、今から18年前の今日、当時川崎で行われていた「恋つぼみ」っていう、あれは2枚目3枚目かな、3枚目だね、3枚目のシングルの発売イベントに行きました。その曲はその年の春にあの NHK の「みんなの歌」でね、起用された曲っていうのもあってですね、イベントに行きました。で、そういったねアーティストのイベントってもちろん私初めてですし、すごく緊張もしたんですけども、すごく心が救われた人だったから、他の曲もねすごく楽しみだなと思って行ったわけなんですよ。で、行ったらもう本当にもう鳥肌が立つほど感動してですね、でイベントが終わった後にね、サイン会をして、もう本当にサイン会っていつも参加するたびに思うことなんですけども、自分が伝えたかったことっていうのがなかなかねうまく伝えられない、どういうことを喋ろうかなって事前に考えてはいるんですけども、本人を目の前にすると言葉が出ないというか、もう頭が真っ白になっちゃって、とにかくありがとうありがとうって、そういうお礼を言うので精一杯だったかななんて思うんですけど、本当に嬉しい一日、忘れられない一日で、まあ、それをきっかけにというか、それ以来もう、大ファンになりました。で、新曲が出るたびにリリースイベントがあってですね、イベントに行って、CD 買ってサイン会に参加してとか握手会に参加してとかで、フリーライブだけじゃなくてだんだんコンサートもね、姉と一緒に参加するようになって、もう、長いんですけども、
まあそんなこんなでね現在に至ってます。で奥川の子というとですね、こういう曲の中では主に失恋ソングが多い、暗い曲が結構多いんですけども、まあ、それが逆にファンに支持されてるっていうことで私も大好きで、一言ではね言えないくらいの素晴らしい部分いっぱいあるんですね。だから好きな曲何ってファンに聞くと結構人によってはバラバラになるんですが、まあそんな奥葉の子の中でも特に有名なというか代表曲になっているのがこれです。これは DVD なんですけども、劇場版アニメーション映画のこれ時をかける少女のこれ DVD なんですけども、まあ、今でも有名な細田守監督の、まあ、有名になったきっかけの作品でもありますよね。でこの時をかける少女の主題歌と挿入歌が奥花子が担当しているということで、これの主題歌になっているガーネット、あと挿入歌になっている変わらないもの、これはねすごく奥花子の中でも有名な出世作のような有名な曲になってますし、結構YouTube とかで歌ってみたらねこの2曲は結構歌ってる人多いんですよね。私も過去に歌ってますけども、まあ、この時をかける少女のヒットでこのガーネットが岡野子の代表曲になってます。まあ、それ以外にもねいろんな CM ソング、かつてはね東京電力テプコ光とかね、あとはファミレスの、ガストの CM だったりとか、関和不動産のマストの CM だったりとか、最近ではキッコーマンの豆乳の CM なんかもやってますし、あとは嬉しかったのは、私鉄道が好きなんですけども、2020年の春からかな、新京成電鉄の、接近放送も奥花子が今担当してたりとかも、これもすごく嬉しかったですね。まあそんなこんなでね活動されてるんですが、まあその2020年の春ちょうどまあコロナもあったんですけども、活動休止というわけで、20年から、21、22年ちょっとかな、まあ、ブランク期間があったんですよね。まあ、でも私は大好きなので曲はよく家で聴いてて、たまに時間がある時なんかには過去の CD 全部かけて全曲再生をやったりとかもするんですけども、今24年ですから、昨年ね本格的に活動再開というわけで、まあ、一昨年2022年ぐらいからはね少しずつYouTube ライブ配信をねされてたりとか、活動少しずつ再開ということで、23年は本格的なリスタートっていうねコンサートを開いて、私も船橋の、公園に行きましたけども、まあ、その後に秋には新宿で久しぶりのサイン会も参加して、まあ、それもね感想動画でお伝えしていますけども、本当に嬉しいなと思いました。で今年もねさらに飛躍していくと思うんですよね。新曲とかもあるので、いずれはねそういったリリース、久しぶりの CD とかのリリースもすごい期待しているんですけども、レギュラー放送のラジオも復活したということで、これもやはりねもう10年以上長く続いていた VFM のラジオがあったんですけども、20年3月その活動を辞めるのと同時にラジオもね打ち切ってしまったのですごい残念だったんですけども、まあ、今年1月からねまた毎週、今火曜日の夜にね放送しているんですけども、レギュラー放送のラジオが復活ということで本当にファンとして嬉しいなと思っております。まあ、その他のこの曲は本当に今ね200曲ぐらい持ち歌があるんですよね。でどの曲も本当にいい歌なので、これがいいこれがいいっていう風になかなか言えないんですけども、と本当にねいい歌多いので、ぜひねご興味ありましたらね検索かなんかして曲を聴いてみていただければと思います。まあ、ガーネットとかは多分ね聞いたことあるっていう人多いかと思うんですけどね、私からも、そんな岡の子今回はご紹介させていただこうかなと思って、私の出会いのきっかけの、今日は2月15日きっかけになった日ということで、この動画を作らせていただきました。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。